イオンタウンアイラは、鹿児島県アイラ市で、イオンタウン株式会社が運営している GMS を各テナントとするショッピングモールである。本校では、前身のサン3式リブレアイラさてイオンアイラ、ショッピングセンターについても記述する。旧イオンアイラショッピングセンターは、1988年11月に、旧カジキ町と旧アイラ町にてスーパーマーケットを運営していた、株式会社やビスヤが、 株式会社九州日井との合弁事業として開業したサンシティリブレが前身である。開業当初の各店舗はエビス屋でサンシティリブレのロゴマークは日糸と同じ赤いハトマークだった。県と鹿児島市に隣接してベッドタウンとして人口像が進んでいたアイラ町に初めて開業した本格的な郊外型ショッピングセンター。 1994年には、国部ハヤトテクノポリス地域として発展一し、ハヤト町に、ハヤト国部サティも開業させ、アイラ国部地区を代表する大型ショッピングセンターに施設を運営。1997年、南九州ファミリーデパートと合併して、社名を、マイカル南九州に変更。引き続き業績も、比較的好調であったが、2000年の、 マイカル南九州のマイカル九州への統合、2001年の親会社、株式会社、マイカルの破綻などを経て、2007年にイオン九州の運営となり、2011年にイオンアイラ店及びイオンアイラショッピングセンターへと名称変更された。1990年代、県道391号線を挟んで隣接する地区に、 ことぶき屋グループが、隣に3シしてリブレの数倍以上の売り場規模で、仮称、アイラショッピングセンター設置計画を発表。対抗処置として、温浴施設やレジャー施設などを核とした、新刊計画を発表した。その後、ことぶき屋グループの衰退で、ライバル出店は白紙になり、リブレの温浴レジャー施設計画も実施されなかった。2012年、千葉県千葉市に本社を置く。 イオンタウン株式会社が県道391号線を挟んで隣接する築32000平方メートルに原施設との一体になったショッピングセンター計画を発表。そのため、東 SC はイオンタウン、アイラ開業と前後して閉鎖解体後にイオンタウンアイラの別館として建て替え予定となっている。そして2016年1月15日に 現在のイオンにアイラ店を同年2月14日をもって閉店することが発表され、2月14日の21時をもって閉店した。閉店後、跡地は解体され、同年8月19日にはイオン九州が所有していた旧イオンアイラ SC の土地をイオンタウンに売却した。2016年3月8日、イオンタウンアイラがソフトをオープンし、3月10日には、 グランドオープンした。各店舗はイオンアイラ店となっている。一部の店舗が旧店舗から引き続き入居している。2017年4月22日に旧イオンアイラ店跡地に東外区が開業。シネマコンプレックスシネマサンシャインアイラもオープンした。詳しくはフロアガイドを参照書きは閉店日の2016年2月14日時点のものである。 印のついている店舗は、同年3月10日開業のイオンタウンアイラに、移転して引き続き入居したとなんと。星印のついている店舗は、三式リブレとしての開業時から営業しているとなんと。イオンアイラ店1階物販、サービス1階レストラン街2階物販、サービス3階物販、サービス1970年代、国鉄調査駅から徒歩約4分の、調査変電所そばに、 柳ストア開店。インストアベーカリーもあり、調査駅周辺初のスーパーストアとして繁盛した。柳に続いて、A コープの食品スーパーも開店。うどん、そば、おにぎり等の食べられる食堂を併設し人気を得ていった。2フロア構成で食品な他に、衣類、寝具も扱った、エビス屋調査店は、店頭に小僧寿司のテイクアウトショップがあった。そして、 旧アイラ町役場そばに、スーパー硬貨、アイラ店等が開店。食品と、軽医料、さらに2階に、レストランもある施設であった。このように新店が開業するごとに駐車場の設置や、売り場、テナントの充実で時代のニーズに対応したものになった。ため、当時の、硬貨の繁盛ぶりは著しく、スーパー硬貨は、旧アイラ群内に、 食品スーパー5店舗を運営するまでに成長。柳から高価につながる道沿いに、洋品店、寝具店、金物店、菓子店等が集積して、商店街化していった。1980年代には、国道15号線沿いに、太陽アイラ店も開店して、古くから商店街の発展していた旧カジキ町をしのぐ。 商業集積になりつつあったが、県内有数の流通大手進出で、オーバーストア競争激化となり、時代のニーズにそぐわなくなった店舗から、閉店や移転を始める。その流れの中で、2フロア構成店舗ではありながら、売り場面積が小さく駐車場拡張も、ままならなかったエビス屋が、マイカル九州の支援を得て本店であるカジキの、ショッピングデパートエビス屋を大きく上回る規模の、 本格的ショッピングセンター、サンシティリーバを現在地に移転開業した。サンシティリブレに関するカテゴリー、アイラサティに関するカテゴリー、イオンアイラテに関するカテゴリー。ありがとうございます。